もうガツガツいくみたいな気持ちの強い、こう上も下も関係なく突き進むっていう気持ちで虎って気持ちになって、で太いは芯を太く持つことってことで、あの小太郎の太は太いで、で老はここを迷ったらしいんですけど、小里編か月にするかみたいな。でも月にしたら朗らかじゃないですか、で笑うじゃないですか、そういうガツガツして芯も太いけどたくさん笑う声ありたい、あってほしいっていうことで小太郎にしたらしいです。はい、まさに今その通りの、そのどうすかね。はい、プロ4年目のシーズンを迎えた藤川虎太郎。昨年は7試合連続で先発出場を果たすなど、チームの主力へと成長を遂げつつある。プロ選手としての礎をどのように築いてきたのか、そしてベンチにも入れない長く苦しい2年半をどのように乗り越えたのか、藤川が辿った成長の道筋を追った。1998年7月24日、福岡県那珂川市に生まれた藤川虎太郎は、社会人チームでサッカーをしていた父の影響で、4歳からサッカースクールに通い始めた。ひたすら足元の技術を磨いてきた小学校年代。リフティングだけは誰にも負けたくないと、夜中まで毎日ボールを蹴り続けた。自分は小さい時からやっぱりクリスティアーノ・ロナウドとかロナウジーニョとか、やっぱり世界のトッププレイヤーを見て学んできて、ずっと最初オーバーヘッドとかジャンピングボールとか難しいし怖いじゃないですか。だから家の布団全部こう重ねて、でそこで壁にこう自分でボール投げて当てて、でオーバーヘッドの練習とかよくしてましたね。それでの頃はもう小学校の頃は全部ビデオ撮ったんで、お父さんが仕事で来れない時にチェックするためにお母さんが三脚持ってずっとこうしました。で家帰ってもう修正、もう家帰ってミーティングみたいなのまた始まるんですよ。眠いのに小学3年生の子供がもう夜の11時ぐらいまでこうサッカーボードを置かれて、もうこんなになりながらずっと指導させられてました。まあずっとまあ、言われてるのが、まあ、継続は力なりと、失敗は成功のもとと、お前はマグロだぞって言われてますと、はい。まあ、この最後の意味合いが難しいんですけど、まあ、マグロって止まったら死ぬじゃないですか。だからお前も努力を怠ったら終わっていくぞっていう意味で、もうこれずっと言われてましたね。この3つはもうずっと忘れることはないかなと思ったんです。両親のサポートを受けてサッカーの技術を磨いてきた藤川は、サガン鳥栖ジュニアユースでの中学時代を経て、インターハイと選手権で6度の全国優勝を誇る名門東福岡高校に進学した。まあ精神面のところかな、一番はって思います。いやもう一回あの3年間やれてたら絶対無理です。自分が高1の時の冬の選手権、静学に 0-3 で負けたんですけど、正直負けると思ってなかったし、で負けて、あの時のキャプテンがあんな観客席の前で涙流して挨拶したところを見て、絶対来年
全国取ってやろうと思ってたんで、思いながら見てたあの試合が忘れないですね、はい、この日を境により一層サッカーに打ち込むようになった藤川。翌年のインターハイでは2年生ながら5ゴールを決めて得点王に輝いた。冬の選手権でも優勝し、先輩たちの成し得なかった2冠を達成した。高校3年の選手権では準々決勝で敗れ、大会2連覇はならなかったが、高校年代最高峰の舞台に確かな足跡を残した。やっぱり頑張ればその分帰ってくるなって思いました。こんにちは、東福岡高等学校から来ました藤川虎太郎です。一日でも早く試合に出て点を決められるようにしたいので応援よろしくお願いします。高校選手権のわずか8日後、中村俊輔の加入で注目が集まる中、藤川は新体制発表記者会見に臨んでいた。どうしましょうか。翌日チームは雪の中始動した。順調にプロとしての歩みをスタートさせた藤川だが、10日後のトレーニング中アクシデントに見舞われてしまう。まあ、まずは怪我があって、まあまだそんな高校が卒業する前に1月中なんで、まだ高校生のままプロのサッカーに練習に入って、で怪我しちゃって、本当に第5中足骨を折ったんですけど、まあ高校生のレベル気持ちなんで、この1週間ぐらい休めるだろうと思ってて、休みますって言ったんですけど、病院行ったら手術とか言われて、まあえってあるじゃないですか、ちょっとは。でしかも3ヶ月半って言われて、あーすぐわーやったなーって分かりましたね。5月には全体練習に合流したものの、新しい戦術を構築していくチームの中で戸惑いの日々が続いていた。本当に約4ヶ月ぶりの全体に入っての練習だったんですが、やっぱり久しぶりで楽しかったというのはまずありました。幅の使い方、ジュビロのサッカーというものをまだ全然全く理解していないので、そういうところを指摘されてもらいました。自分に足りないものを自分で探して、それを1年間やり続けることで、今後のどういう状況になっていくかっていうのは変わってくると思うので、もう今を大事に、常に試合に出るっていうところをテーマにやっていくだけです。練習復帰の2週間後、ルヴァンカップの大宮戦で藤川は初めて公式戦のピッチに立った。点を取ることだけを考えていたと、がむしゃらにボールを追いかけ続けた。後半43分、絶好のチャンスを迎えたが、シュートは力なく外れた。その3分後、チームは一瞬の隙をつかれ敗戦。ルヴァンカップグループステージ敗退が決まり、ほろ苦いプロデビュー戦となった。今試合にその時は出てなくて、ただ練習して、練習試合ばっかして、まあ、サッカー選手って J リーグに出なきゃサッカー選手じゃないよなっていう、まあ、ふと自分で考えたりして、って考えたら、18歳、高校まで、
自分のためにサポートしてくれた、コーチングスタッフで一緒にプレーしてくれた仲間、まあ、東高校時代だったら、メンバーに入れない応援席から声援をしてくれる応援のみんなとか、やっぱりあとは家族とかにやっぱりもっと俺の、活躍した姿っていうのを福岡まで見せないとっていうのがあったし、なんとかそこがすごい歯がゆくて、ただプロになったってだけになって、ずっと2018年の天皇杯中京大学戦、この日決めた豪快なボレーシュートは子どもの頃から磨き続けてきた直感的なプレーであり、藤川が才能の片鱗を見せた瞬間だった。だが才能だけでは試合に出ることはできなかった。足りない何かを求めもがく日々、それでも藤川は決して下を向かなかった。いつか訪れるチャンスを信じて歩みは決して止めなかった。